来いよ大将。もらった。こいつなんかに似てるよな。あれ食っときゃよかったかな。そうだ、確か冷蔵庫に。その時俺は全てを思い出した。あれは確か1年ほど前、本物のロブスターを手に入れた俺は、他のやつに食われないようわざわざこんな倉庫にある冷蔵庫に隠したんだ。しかもそれっきり忘れてて1年間も置きっぱなしだ。一体中がどんなことになってる日やら。